そして次に学ぶのは少しという意味の few と little についてです。今回最後に学ぶのは少しという意味の few と little についてです。この few と little 両方とも少しという意味なのですが、実はですね few little 以外に a few a little という形もあるんですね。この4つはいずれも少しという意味で使われます。 few と little これどのように使い分けをするのかと言いますと、加算名詞なのか不加算名詞なのかで使い分けられます。またあがつくあがつかないはですね、どのようなニュアンスで少しと言いたいのかと、どういうことなのかと言いますと、少しはあると言いたいのか、もしくは少ししかないと言いたいのかと、この微妙なニュアンスによってあがつくあがつかないが使い分けられます。ポイントは何々しかないという表現の時でも文章は肯定文になるところなんですね。具体的に見ていきますと、はい、少しのしかない、要はないという表現ですね。まあ、少しネガティブなイメージっていうんですかね。で、これ加算名詞の時は few、不加算名詞の時は little というふうになります。例えば、I have few pencils。これで私は数本の鉛筆しか持っていませんという形になります。まあ、全然鉛筆を持っていないといった、まあ、ネガティブなニュアンスっていうんですかね。何々しかないといった、ないということを表す表現です。また、little の方は、I have little water と。私は少しの水しか持っていませんと。水がこれだけでは足りないといったニュアンス。要はネガティブなニュアンスというふうになります。そして、少しあると言いたい場合ですね。あるという表現は、加算名詞の場合、a few となります。そして、不加算名詞の場合は、a little というふうになります。例えば、I have a few pencils。これで私は数本鉛筆を持っていますといった、一本も持っていないと思っていたら数本あったといった、ちょっとポジティブなニュアンスになるんですね。また a little の方ですね。 I have a little water、私は少しの量の水を持っていますと、全くないと思っていたら少しあったといったニュアンスです。まあ、こちらもポジティブなニュアンスというふうになります。そして教えて拓也先生ですね、few little と a few a little はどちらがないという表現で、どちらがあるという表現になるのか、ついつい忘れてしまいますよと。何かいい覚え方ありますかという話なのですが、あ、これがあるないで判断するっていうのがいいのかなと思います。あがあるないで判断するのが一番簡単な方法だと思いますよと。具体的には a few a little はあがあるからあるというポジティブな感じですね。そして few little はあがないから、ネガティブなないという表現というように覚えた方がいいかなと思います。少なくても僕はそのようにして覚えましたがね。それでは練習問題です。次の文では few little a few a little のどれが使われるか正しいものに丸をつけていきましょうと。はい、1番、私のクラスにアメリカ人生徒は数名しかいませんというものですね。I have どれが使われるかと。American students in my class。 まずポイントとなるのは American students ですね。これは加算名詞です。つまり不加算名詞で使う little ではないというところですね。そして数名しかいませんと、これは何々しかないというネガティブなニュアンスですよね。つまりあがない、ネガティブなイメージである few、 これが答えというふうになります。これ読んでいきましょうか。 I have few American students in my class っていうふうになります。次ですね、彼は財布の中にまだ少しお金が入っていたのでバスに乗ることができましたと。He still had なんとか money in his wallet so he could take a bus という形になりますね。ポイントはまずお金、はい、money です。 money というのはこれ不加算名詞なんですね。つまり few は使えません。じゃあネガティブのイメージ、つまり何々しかないなのか少しあったなのかと、そうすると今回は入っていたと、これポジティブですね。ですので a little ですね。はい、こちらが答えというふうになります。読んでいきますと、 he still had a little money in his wallet so he could take a bus という形になります。それでは次です。数問あなたに質問するつもりです。準備よろしいですかと。I will ask you どれなのか。Questions. Are you ready?
という形ですね。これはまず質問です。ですので、はい、little はないです。じゃあどちらなのかと。今回は数問しかないなのか、数問あるなのかと。これはあるですよね。ですので、I'll ask you a few の方ですね。よいしょと。あ、ちょっと分かりにくくなっちゃうかな。よいしょ。はい。このような形になります。読んでいきますと、I will ask you a few questions. Are you ready? というふうになります。次です。東京ではほんの少しの雪しか降らないので、雪靴。これ、スノーブーツと言います。これは必要ないですという形ですね。で、ここでポイントになるのは、スノーです。スノー。これは不可算名詞ですね。ですので、まず、few はないですよと。じゃあ、あるのかないのかと。少しのしか降らないですよね。ですので、これは、little の方ですね。はい。読んでいきますと、We have very little snow in Tokyo, so you don't need snow boots. ちょっとすみません。最後噛んでしまったので、もう一回読みますね。We have very little snow in Tokyo, so you don't need snow boots. というふうになります。はい。それでは次です。私は人生で何人か有名な宇宙飛行士に会ったことがあります。私は幸運だと思います。という形ですね。I have met famous astronauts in my life. I think I am lucky. という形です。ここでは famous astronauts。これは、かさめし。ですので、はい、little ではないです。じゃあ、数名しか会ったことがないなのか、数名も会った。という形なのか、どちらなのかというとですね、あった方ですよね。数名しかではないですよね。ですので、a few。よいしょ。というふうになります。読んでいきますと、I have met, ごめんなさい。I have met a few famous astronauts in my life. I think I am lucky. というふうになります。そして、プラスワンです。Only a few little.これ何なのかと言いますと、ネイティブの中には few と little はほとんど使わず、少しのなんとかしかないという場合は only a few とか only a little を用いると主張される方もいるんですね。はい、先ほど few little と a few a little というものを学びましたよね。しかしネイティブの中にはですね、few とか little は使わないで、いつも a few とか aLittle のように A をつけるんですよっていう方もいらっしゃるんです。もちろん文法上は Few も Little も正しいんですけど、感覚的な問題なのかもしれないですね。面白いなと思います。僕もですね、よく英語でライティングをするんですけど、これをネイティブの方にチェックしてもらいますと、だいたい Few Little は A Few とか A Little に直されてますね。で、もし何々しかないと言いたい場合は、only を足して、only a few とかね、only a little という表現を表すというのをよく聞かされますね。ですので、まあ、一つのポイントですかね。日本の場合ですと、few, little とかっていうのはよくテストとかでも登場するんですけど、実際にじゃあネイティブの方に、チェックをしてもらうときは、まあ、そうですね。few little よりも a few a little という風に、a をつける場合が多いかなと思います。で、もしね、少ししかないというところを強調したい場合は only をつけると。例えば、I will take only a few English classes。これで私は少ししか英語の授業を取らないつもりですという風になります。また、I have only a little tea。これで私は少しのお茶しか持っていませんという風になります。ですので、まあ、only をつけるというのがポイントかなと思います。それでは練習問題です。次の日本語を英語にする練習を行っていきましょうと。1番、私たちはアフリカのツアーをするのに少しのお金しか必要ありませんでしたという文章ですね。最初、we が主語ですね。そして必要ありませんでした。we needed ですね。はい、we needed。これはするのに少しのお金しか、これは little が使われますね。お金。これ不可算名詞ですので、we needed little money。もしくは only a little money でも OK ですかね。we needed little money。もしくは only a little money to 何するのにって言ったら、ツアーをするのに。あ、
ツアーをするという場合は、メイクであったり、テイクであったり、go on が使われたりしますね。今回メイクにしましょうか。We need a little money to make. で、ツアー。a tour ですね。で、何々のツアーと言いたい場合、ここ、of が使われるんでしたね。a tour of Africa という形になります。よいしょと。よいしょと。はい。We need a little money, もしくは only a little money. はいちょ。to make, もしくは take, もしくは go on. a tour of Africa というふうになります。ここは a tour of Africa ですかね。the tour of Africa ですと、もう話の文脈上、どのツアーについて話をしているのかって分かっている場合です。ですので、まあ考えようによっては the を入れることも可能かなと思います。ですけど、まあ、一般的なツアーですかね、それから今回新しく初めて、登場されるっていうんですかね、紹介するツアーの場合は A Tour of Africa っていうふうになります、では読んでいきましょうか。 We needed little money to make a tour of Africa もしくは We needed only a little money to take a tour of Africa もしくは We needed little money to go on a tour of Africaというふうになります。次です。私たちのパーティーは明日です。キャンセルするには手遅れです。遅すぎます。ということですね。私たちのパーティーは明日です。Our party ですね。Our party is tomorrow ですね。普通の、B 動詞の現在形の文章です。そして、キャンセルするには遅すぎます。という話ですね。そうしますと、it is これは時間についてお話をしているので it ですね、主語は it を使います。 it is too late to cancel it ですかね。はい、 cancel it、はい、っていう形になりますかね。ポイントは to to ですかね。はい、何々するには遅すぎると、あ、何々するには何々すぎるっていう意味ですかね。で、今回の場合は、遅すぎますよ、キャンセルするにはそれをという形になります。はい、では読んでいきましょう。 Our party is tomorrow. It is too late to cancel it っていうふうになります。それでは次です。彼女は最高の音楽家ではありませんでしたが、このオーケストラのメンバーになるには、十分なぐらい上手に演奏しましたと。オーケストラ、ここですね。オーケストラですね。はい。or と、or と r が入るので注意してください。それでは、何々でしたが、カンマバットですね。カンマの前、彼女は最高の音楽家ではありませんでしたと。そうしますと、she、過去形ですね。そして否定文、was not。もしくは wasn't。何なのか、最高の音楽家 The best もしくは greatest とかでも OK ですかね。 The best musician、She was not the best musician もしくは greatest musician ですかね。よいしょと。はい、で、カンマですね。そして、でしたが、バーって何なのか、このオーケストラのメンバーになるには、十分なぐらい上手に演奏しましたと。主語は C ですね。しかしまあ、バットの前と同じですので、これ省略することができますね。で、彼女は演奏したんですよね。で、何々するには十分なぐらい上手に。これは、well enough、副詞 enough to の形ですかね。She played well enough to be もしくは become ですかね。be、何になったのか。a member メンバーになりましたよと。member of 何のメンバーになったのか。このオーケストラですよね。ですので to be a member of this orchestra ですかね。よいしょ。もっとちょっと長いですか。よいしょと。はいと。But she、これ短縮、あ、省略することもできます。Played well enough to be、もしくは become a member of this orchestra ですかね。という形になります。はい、では読んでいきましょう。She was not the best musician、もしくは She wasn't the、あ、ごめんなさい、もう一回読みますね。She wasn't the greatest musician、but she played well enough to be a member of this orchestra、もしくは
but played well enough to become a member of this orchestra. っていうふうになります。それでは次です。私は私のドイツ語のテストの勉強するための時間が少ししかなかったので、そのための準備はできていませんという形ですね。ないないなので、かんまそうですかね。はい。そうしますと、私は私のドイツ語のテストの勉強するための時間が少ししかなかった。少ししかなかった。時間についてです。ですので、これは little が使われる形ですね。で、主語が私。で、私には少ししかなかった。I had little time. もしくは、only a little time ですかね。I had little time. 少しの時間。何々するための。to study.私のドイツ語テスト。My German test ですかね。はい。で、カンマですかね。よいしょ。はい。I had little, もしくは only a little time to study for my German test. で、カンマ、そう、何なのか。私はですね。So I, あ、そう書いちゃいましょうか。So I,準備ができてません。I am not be ready ですね。be ready for it ですかね。ですね。So I am not ready for it という形になりますね。はい。大丈夫かな。はい。では読んでいきましょう。I had little time to study for my German test, so I am not ready for it. もしくは、I had only a little time to study for my German test.So I'm not ready for it. っていうふうになります。それでは次です。私の兄はジャーナリストとしてずっと働いていて、今朝偶然私は彼の記事を読みましたという文章ですね。ここがカンマエンドかな。そうしますと、私の兄はジャーナリストとしてずっと働いているという文章です。ずっと働いているということは、これは現在完了ですね。my brother.has worked もしくは has been working でも OK ですね has worked、as a journalist ですね as a あ、出したら言いましょうかはいよいしょ as a journalist という形になりますねそして and do 何なのか、私は彼の記事をそうですね偶然ってことは happen to の形ですね I happenedTo read、彼の記事 His article ですね His article This morning ですねよいしょとはいよいしょと And I happened to read his article this morning という形になりますねはいじゃあ読んでいきましょう My brother has worked as a journalist もしくはMy brother has been working as a journalist, and I happened to read his article this morning. というふうになります。はい、次です。彼は中国の詩はアメリカの詩ととても違うことを知って驚いているように見えましたと。主語が he ですね。そして、何々を知ってと。それで驚いているように見えましたと。そうすると、あ、なるほど。最初はすみません、ここじゃないですね。彼は驚いているように見えましたですね。ですので、He seemed to be surprised. Surprised. はい、驚いているように見えました。He seemed to be surprised. なんでか、to learn. はい、何々を知って。何を知ったのかと言いますと、はい、中国の詩はアメリカの詩ととても違うことという形ですね。He seemed to be surprised to learn that と入れても入れなくても OK ですかね。はい。で、何を学んだのか、何を知ったのかというと、Chinese poems, Chinese, よいしょ、Chinese poems, はい。これ一般的なことを言っているので、加算名詞の場合は、複数形にすると。Chinese poems、とても違うと現在形なのですが、ここが seem と過去形ですので、were になりますね。Chinese poems were、とても違う。very different
very different. で、何々と違うという場合、different from が使われるんでしたね。from American points ですね。ですので、ちょっと長いですが、よいしょと。はい、まずはここですね。He seemed to be surprised. はい、to learn.それを知って驚きました。じゃあ何を知ったのかと言いますと、はい、次ですよと。Chinese poems were very different from American poems という形になります。これちょっと難しいですね。はい、では読んでいきましょう。He seemed to be surprised to learn that Chinese poems were very different from American poems. あ、ざっと入れてしまいましたね。ちょっとごめんなさい。もう一回読みますね。ざっと抜きで読んでいきますね。He seemed to be surprised to learn Chinese poems were very different from American poems. もしくは、He seemed to be surprised to learn that Chinese poems were very different from American poems. というふうになります。それでは次です。この問題を解くのは不可能です。私たちの数学の先生ですら、この問題を解くことはできませんでしたと。最初はですね、This...problem ですね。This problem. はい。この問題、解くのは不可能ですと。This problem is impossible. 不可能ですよ。解くのは to solve ですね。This problem is impossible to solve. という形になります。次が、よいしょ。はい。私たちの数学の先生ですら、この問題を解くことはできませんでしたと。そうしますと、はい、私たちの数学の先生、これですらですので even our math teacher ですね math teacher 何だったのか、解くことはできなかった could not もしくは couldn't solve、this problem ですかねはいEven our math teacher could not, もしくは couldn't solve this problem. というふうになりますね。はい。大丈夫ですかね。あ、解く。これ solve ですね。よくある質問がですね、answer はダメなんですかというお話ですね。answer はこれ答えるなんですね。ですので、question の場合は answer なんですね。おっとっと。よいしょ。Question の場合は、矢印しましょうか。Answer です。そして、Problem、問題の場合は、解くので、Solve なんですね。ですので、Problem を Answer とは基本的に言いません。また、Question を Solve とも言いません。ですので、今回は問題と言っているので、質問ではないですよね。ですので、Problem です。ですので、答える場合は Solve という形になります。じゃあ読んでいきましょう。This problem is impossible to solve. Even our math teacher could not solve this problem. もしくは、Even our math teacher couldn't solve this problem. っていうようになります。次です。私はドイツにいる科学者を数名知っていますが、彼らはドイツ人ではありませんと。これ、カンマバットの形ですね。で、カンマの前、私はドイツにいる科学者を数名知っていますと。私は知っていますですね。I know.で数名いるんですね。数名しかではなくて数名いるんです。ということはこれは a few の形ですね。なんで few なのかと言いますと、科学者、これが加算名詞だからですね。ですので、I know a few scientists in、はい、Germany ですね。ドイツにいるという形ですね。そして、よいしょ。カンマが入りまして I know a few scientists in Germany で、but 何なのか彼らはドイツ人ではありません They are not はい、German ですねドイツ人ではないですと But they are not German っていうふうになります、では読んでいきましょうかI know a few scientists in Germany, but they are not German. というふうになります。それでは次です。
私は先週重要なテストがあったのですが、結果のせいでがっかりしましたという文章ですね。ないないですが、カンマバットです。そうしますと、私は先週重要なテストがあったという文章ですね。I が主語であった。テストがある場合は have が使われますね。過去形ですので had です。I had an important test ですね。important test。last week ですね。あ、これは簡単ですね。過去形の文章ですね。そして but 何なのかと言いますと、結果のせいでがっかりしましたと。がっかりしたのは私ですよね。ですので I が主語ですね。あ、しかし I が最初の文章と一緒ですので、これ省略ができますね。 but がっかりした、これ be disappointed の形ですね。ですので was this 音と disappointed、失望しました、がっかりしました、なぜならば結果のせいで、あ、because of the result ですね。あ、もう出してしまいましょう。はいと。because of the result というふうになりますね。で、ポイント、because of ですよと。はい、because of、まあ、名詞の形ということですね。結果が悪かったのでと言いたい場合は because だけですね。例えば、because the result was bad。とかの場合ですと、of はつけてはダメです。of がついているので、the result だけですね。ここ、the がつく理由としては、はい、この重要なテストの結果っていうのがもう分かってますよね。限定されてます。ですので、ここは the result というふうになります。はい。では、読んでいきましょうか。はい。I had an important test last week, but was disappointed because of the result. もしくは、But I was disappointed because of the result. というふうになります。はい、最後の問題です。純也は私の前の生徒なので、私は彼が宇宙飛行士になったことを聞いてとても嬉しいですという文章ですね。そうしますと、最初、あ、これカンマそうですね。カンマの前、純也は私の前の生徒です。純也 is my former student ですね。はい。Junior is my former student, カンマ。So, 何なんですかと言いますと、私は彼が宇宙飛行士になったことを聞いてとても嬉しいです。文章の流れとしては、私はとても嬉しい。聞いて何をって言ったら、彼が宇宙飛行士になったことをという形になりますかね。ですので、So, I am very, very glad.もしくは happy ですね。で、to、はい、感情の原因を表す、to 不定詞、to learn、もしくは hear ですね。何を聞いたのかというと、ざっと入れる入れない自由で、he became an astronaut というふうになりますね。よいしょ。So I am very glad, もしくは happy to hear, もしくは learn, that と入れる入れない自由で he became an astronaut というふうになりますね。はい。大丈夫かな？はい。では読んでいきましょうか。Junya is my former student, so I am very glad to hear he became an astronaut. もしくはSo I am very happy to learn that he became an astronaut. というふうになります。はい、それでは最後ですね、まとめのセクションです。最後に今回の練習を通じて学んだこと、気づいたこと、反省点を練習を振り返りながら書いていきましょうと。めんどくさいと、はい、思われるかもしれませんが、実はこの振り返り、勉強によってはとても重要なプロセスの一つなんですね。なぜならこのように練習を振り返ることで今回得た情報や知識を頭の中で整理できるからなんです。多分得意不得意出てきたと思います。 few, little, a few, a little の違いまだ覚えてますか？これらこれすぐ忘れちゃうんですね。しっかり書いておくと頭にまだ定着すると思うんですけど、多分何も書かないで次の練習とかに行くと、あれ何だったっけ、違い何だったっけっていう風になったりしますので、もしかするとはい、そこまで効果がないかもしれませんが、今回得た情報や知識をですね、もう一度確認してください。
そして頭の中で整理してください。それで、あ、そうだった、今回これ学んだんだったな、あ、そうだそうだ、トゥー不定詞はこういった形にも使えるんだったなっていうふうに学んだものを知識、あ、学んだ知識とかですね、これを整理しまして、まあ、定着を図るために、とりあえずね、ここにまとめのことを書いておいてもらいたいなと思います。今回学んだこと、気づいたこと、反省点を書いて練習をおしまいにしていきましょう。